皆さんこんにちは、ヘルニアです。相方のマリサだぜ。今回はメキシコ精鋭プレイの続き、敵に対抗する手段がようやく整ったため、アフリカ反攻からスタートになるね。すでにビシーフランスが枢軸入りしたことで、アフリカの半分近くが枢軸国の勢力に、イギリスやインドの軍など中心に、各国の軍がアフリカで粘り続けているが、イタリア・フランス軍相手に苦戦中なんだぜ。これは連合軍が弱い、枢軸軍が強いという問題の前に、連合は中小国の多い陣営でもあるため、きちんと前線の管理ができていない。そして仏軍の多くがすでにバルカンなど抑え、暇しているため、多くの枢軸戦力がアフリカ投入されてる状態だね。冗談抜きで急がないとソ連もヤバそうだし、参戦からサボった分を取り返していかないとな。メキシコ軍8個が前線に到着したため、急いでまずはエチオピア方面に向かい、進軍開始。行けそうなところはこんな感じで小規模分断して、敵の戦力をちょっとでも殲滅していくぜ。前回も言ったけど、まずは攻略しやすいイタリアから倒したいからね。アフリカ戦線のメインは仏軍だから、ここで敵を減らしておけば、上陸後の浸透も楽になるかもしれない。運が良ければ英米が追加上陸して、より素早く倒せるかもしれないしね。とは言ったもののアフリカは基本低インフラ地帯、最高速度がトリエの機構手段といえど、プロビカンの移動時間も欧州よりは長いから、はっきり言って全ての力を出し切れそうにはないな。それでも我が精鋭機構手段は、エチオピア方面の敵を小規模殲滅した後、敵が少ない間に一気にスーダンまで進行、ベルギーの植民地方面とエジプトの分断にひとまずは成功。そして中央アフリカの殲滅が概ね終わり、将軍にも戦車の達人特性をつけられている頃、エジプトの回廊を取り返すなど、順調な働きぶりでアフリカは進んでいるよ。低インフラ地帯で機構手段が活躍できるのかっていう疑問はあったんだが、予想以上にスムーズに攻略できたな。補給中隊が結構バカにならない抑えをしてくれてるのと、十字双方が敵の歩兵らに刺さって、一瞬で後退させるパワーを持っていることがでかいのよね。メキシコはアメリカ同様後半組での参戦もあってか、将軍も攻撃レベル6の元帥がいるなど、人材面はだいぶ強いことも助かっている。あとはシリア方面とリビア方面さえ抑えられれば、アフリカはほぼ連合が取り返すことができるんだぜ。ただ物事全部はうまくいかないのが、世の常と言えるよな。メキシコ軍が未介入の大日本帝国はかなり暴れていて、今中華陣営とインドをメインになんとか耐え忍んでいる状況だ。正直中華はともかくインドが落ちると、日本の攻略はすこぶる厄介になるんだけどさ、ドイツがソ連を全部食べちゃっても、それと同じくらい面倒になるのよね。今回のプレイの連合国は、すこぶる無能かもしれないな。逆にソ連と中華、あとインド君あたりの陸軍を吐く国は、もう限界を超えるレベルで耐えてくれている。よくモスクワ落ちてるのに耐えてくれるよと、称賛を送りたいくらいだよ。アフリカのゴミ掃除が終わって、さてイタリア上陸と行きたかったんだけど、ここで制海権が取れないという緊急事態が発生。ロイヤルネイビーやアメリカの主力は展開していないのか？少数はいるんだけれども、どうもイギリス周辺にメイン展開してるのよね。ここでイタリア上陸できれば、戦線が増えたイタリアは国を支えきれず、一気に崩壊するルートだって考えられたのに、まあぼやいても始まらないぜ隊長。上陸ができないなら作戦変更しかあるまいよ。メキシコの造船能力も高くないことだし、マリサの言う通りかもしれないね。ということでまだ補給や連合の制空援護があるうちに、フランス領土のパリを目指して、東へどんどん進軍していくよ。さすがに欧州戦線というだけあって、独仏異軍の抵抗も半端じゃないな。しかしメキシコ軍はゴリ押しを続け、なんとか補給が比較的マシな沿岸を進んでベネルクスへ、行けるなら港湾が整っているオランダ、そしてドイツまで推し進めていく予定だよ。ただイプツが残っている分、ドイツ攻略戦は骨が折れそうだがな。オランダからドイツ北西部に侵入したメキシコ軍は、そのまま大都市ハンブルクを制圧、何よりプロビあたりに5個師団以上いたフランスの時と違い、ベルリン側の枢軸軍は指揮統制型々の、数個師団のみで進行の大チャンスだぜ。この様子ならデンマークの解放とベルリン占領まで行けると、さらに不眠不休で東へ進んでいくよ。結果としてその投進作戦はうまくいき、デンマーク解放とベルリンの占領で、ドイツの国力を一気に奪うことに成功。さらに追加の4個機構師団が到着し、メキシコ軍も戦力増強されているんだぜ。ただ喜んでばかりもいられない。特にソビエト、時点で中国は、1200万、600万もの被害を出して、満身創痍の中敵を引きつけてくれている。まずはドイツを倒してソ連の負担を楽にし、その後一気にイタリアを落として、日本をラストという算段で行きたいものだ。ということで次に狙うはドイツの工業地域、西部のフランクフルトやミュンヘンを抑えてスイスまで行きたいところ。残念ながらいつものスイス軍団はフランスの補給の関係でできそうにないが、西部を抑えられればもうドイツもくたびれてくるはずなんだぜ。
結果としてメキシコはスイス国境部まで進むことに成功。そして最後、飛行士団には優しくない地形だけど、ミュンヘンからオーストリアのウィーンを落とせれば、なんとかドイツを降伏させることができるはずだ。体調悪いニュースが2つある。1つは日本の猛攻にさすがに耐えきれず、インド自治領が降伏した。日本の攻略が面倒になったけど、まあそれはしゃあない。ドイツを速攻で倒す方が重要になってくる。そのドイツなんだが、すべての連合国はベルリンの防衛を放棄。せっかく取ったベルリンがその隙に奪い返されて、これだとウィーンを落としてもドイツ降伏まで持ち込めないんだぜな。なんでそんな馬鹿げたことになっている？メキシコの領土判定だから、俺たちが守る義務はないよねって、英米は判断したんじゃ。逆にこんな長い戦線支えきれると思っているのか英米のアホどもは。このままじゃ南ドイツの部隊も危ない。ここまで進んで超もったいないが、飛行士団が殲滅されるよりかはマシだから、一度フランスに戻って立て直すぞ。アホタレメイ、フランス戦線すら大きく押し戻されてるじゃねえか。確かに連合入りしたトルコが落ちたっていう、面倒事はあったけれども、立て直したばかりの自由フランス軍だけで、今のフランスが支えられるわけないだろ英米め。隊長の口調が怖いんだぜ。ごめんごめんマリサ、僕も少し冷静になるよ。こうなったら敵の殲滅をして数をちょっと減らさないとしんどい。幸いにもお邪魔な連合軍が少なくなったから、ちょっとは飛行士団も補給的に無茶が効くだろう。ということで飛行士団で一気に南下し、パリの部隊を包囲することに成功。その後補給不足と指示の出し遅れで、貴重な一個師団を失ってしまったんだけど、どうにか強行南下してビシーフランスを降伏させることに成功。これでフランスに取り残され君の、多くの独位軍の殲滅が狙えそうだな。味方のフランスから鉄の輸入も次第にできるようになるだろう。フランスの殲滅が済んだら、今度はそのままイタリアの攻略に取り掛かることに。こういう時だけイタリアにノリノリに上陸する英米を見ると、私も腹が立ってきたな。まあイタリアを一刻も早く落として、極東の日本に早く目を向けないといけないからね。インドを抑えられちゃったから、早くしないと無尽蔵に兵士出してくるからね日本は。英米の上陸もあったことでイタリアは1ヶ月後には瞬殺。メキシコ陸軍怒りの北進と、いつもとは逆方向の軍団を決める、アルザスロレーヌ方面の数軸軍は、一人残らず全滅するんだぜ。多少雑処理で連合軍を同士打ちしてでも構わない。マリサさん言えたことじゃないけど抑えて、アルザスロレーヌ方面の殲滅に取り掛かっている間に、連合国がウィーンだのベルリンだの落としたことで、数軸名手ドイツも降伏。史実より半年ほど遅れたが、なんとか数軸を撃破することができたな。講和会議の結果メキシコはイタリアを監督国とし、ドイツ国西部の州を割譲。まあたかだか10個師団前後しか師団を使っていない割には、十分な報酬じゃないかな。無論イタリアの遠征軍を、どかすために指揮はするかもしれないけど、最前線で直接指揮して、攻撃させる真似はしないので、その辺はご安心を。唯一悔やむべきはこんなになるまで耐えてくれた、中華陣営を助けることが、もう時間的に無理ということだ。インドも軍閥の陣営もほぼいないのに、よく耐えきってくれたんだぜ。あとは私たちに任せろ、と格好つけたいお年頃なのはわかるけどマリサさん、状況はかなり面倒くさくて、連合はすでに陸路で日本を脅かすルートを失った。加えてソ連が閉鎖経済、アメリカも貿易法を落とした関係で、世界中鉄不足に陥っている。じゃあどうするんだ隊長？現在ドイツにボコられてくたくたのソ連は、アフガンやイランに侵攻したものの、逆に返り討ちを食らっている状況にある。そこでメキシコ及び連合も便乗して、ソ連とその傀儡のドイツを粉砕して、シベリア極東から日本に通じる道の確保、何よりソ連の潤沢な鉄鋼資源を確保しようという算段なわけさ。弱りきっているソ連には申し訳ないが、まともに兵器を作る手段がもうそれしか残っていないなら、やらざるを得ないか。ということでソ連傀儡のドイツに宣戦布告し、メキシコ方面からチェコスに進んで、ドイツに大量のソ連軍が取り残されることに。でもってハンガリールーマニアを経由してソ連領内に入り込めれば、あとは隊長や連合を得意の、ゴリ押し物量攻めで弱ったソ連などイチコロだぜ。1200万人消耗したソ連軍との戦争だったからね。連合のバックアップさえあれば、倒すのは結構余裕だったね。講和会議の結果メキシコはロシアの監督国となって、西ドイツの領土を獲得。中央アジアは解放されたり連合に組み込まれたりして、大祖先は終結することになったよ。欧州の国境がかつてないほどに汚いが、今はそんなこと言ってる場合じゃないな。なんとかして日本に上陸する手段を見つけなければ。最初は極東から行こうかとも思ったけど、インフラ悪すぎて飛行士団が速攻で溶けたので、連合が上陸したインドから少しずつ進むことに。しかしこの年代まで来てしまうと、連合国の数が多すぎて、最前線の補給は真っ赤っかなんじゃね？そんなの当たり前じゃないかマリサ君。だからうまいこと上陸して、連合側の戦力を分散配置させるしかないかね。そんな器用に行くもんなのか？どちらにしたってこのままインドから陸路じゃいけないからね。上陸できるところだけでも乗っていくつもりさ。
ただ連合のバカみたいな戦力投入と、アジアのインフラの悪さが噛み合わさって、メキシコ機甲師団はほとんどの力を使えない状態に、諦めて海兵師団を用意するしかないんじゃないか？それも考えたんだけどさ、少数精鋭の時点で3個師団くらいしか海兵用意できないのよね。それにここまで機甲師団できたから、最後までそれは貫いていきたいと思うよ。なんという無茶なプレイを。まあ安心してよマリサ。賞賛があるからこそ機甲師団のみで行くって決めたんだ。多分使うところは初めて見せるかもしれないけど、情報を使ったクーデター作戦を裏で進めているよ。条件としては日本の民主支持率が 20% 以上であること、そして安定度が 35% を下回っていることだね。え？でも日本の指導者って、安定度を 60% も上げる、とんでもないエンペラーなんじゃ。そうなんだよね。だから情報の宣伝活動任務を使って、安定度と戦争協力度を少しずつ下げていくよ。その間陸軍は陸軍で頑張って、最終的にカンボジアまで上陸ができたんだけど、ここもやっぱり補給が足りなさすぎて、メキシコ軍は撤退せざるを得なくなるよ。仮に20幅に師団編成を落としたとしても、その後来る大量の連合国軍がやっぱり問題だよな。戦力がありすぎるってのも、やっぱり困るものなんだよ。ホイホーには軍の維持費的なものはないからな。年数が経つにつれて軍の数は増える一方だから困る。この陸軍の大渋滞を受けてメキシコは、海軍においては少数精鋭なんか言ってるいとまはないと諦め、潜水艦を大量生産することに決定。日本最大の弱点である島国という特徴をついて、輸送船を襲撃する作戦に出ていくよ。今から英米みたいな大規模艦隊を作る国力は、メキシコには正直ないからな。ニッチもサッチもいかずお蔵入りになるよりはマシと考えるか。もう1950年になっちゃうし、仕方ないから必殺技を使おう。本土やドイツ沿岸の民需と軍需向上を削ってまで、造船場に建設開始。まさか1940年末からこうなるとは思わなかったけど、メキシコはほぼ単独で帝国海軍を撃退し、日本周辺の制海権を取る作戦に出るよ。ミッドウェー海戦すらなくピンピンしている日本の海軍相手に、今から海軍使って競り勝てるもんなのか？相手は人じゃなくて高々 AI だからね。僕なりの作戦はあるのさ。1950年8月までは通常の通商破壊を行ってきたけど、ここからは奥の手、潜水艦による無制限の交戦を行って、敵の主力ごと叩き潰していくよ。無制限の交戦、今潜水艦の任務部隊すべてに、修理は禁止させて、相手がどんなに強い相手でも常に交戦しろという命令に変更した。つまり潜水艦の隠密性を活かして、沈むまで戦えっていう戦闘方法だね。想像以上にブラックな戦闘方針だった。特攻と大して変わらないじゃないか。だから勝手にこの戦い方を潜水艦突撃って呼んでる。潜水艦の生産ペースが大きく上がって、相手が大量の航空機で対抗してこないことが、実施できる条件の戦い方にはなるけれどもね。そして9月から4ヶ月間ぶっ通しで海戦し続けた結果の一つが、こちらになります。潜水艦6隻の被害に対して、駆逐27隻に従順、戦艦が1隻ずつ、それに軽巡が5隻か、潜水艦の生産コストの軽さを考えれば、かなり効果の高い戦果になったな。まあこれは運が良かった方だけれどもね、空母や航空機もあまり介入はしてこなかったし、もう一方はこんな感じかな。それでも軽巡22隻削ったってことは、ほぼ半分の軽巡を沈めたことにはなるぞ。こんな感じで決まればアホみたいな結果になるのがこの戦い方なのよね。メキシコ日本の提督両方見てもらえればわかると思うけど、提督レベルもものすごい上がることになるし、海軍経験値もすぐ500になるっていう、いろいろと長所はある。必殺技というだけのことは、あったってことか。惚れ直してくれたマリサ？それはないし三角形に惚れるわけもない。ですよね、わかってた。と潜水艦突撃している間にも、裏で進めておいたクーデター作戦が実行。西日本を中心に連合寄りの勢力が誕生し、一気に日本の心臓部を刺す共闘歩ができることになった。民主日本側も結構な戦力がいるから、そう簡単に潰されることはなさそうだな。増援の飛行士団8個が日本に到着。結局のところ補給は悪いんだが、ここまで来たらもう押し切るか。制海権を完全に取れたので関東や東北に追加上陸するしかないので、飛行士団の得意な突破役になることに。うちが制海権を取得したことで、英米など連合の国が続々と沿岸部に上陸。あれだけ詰まっていた中華戦線も、今となっては日本の輸送船の多くが沈められたことで、大陸の日本兵は力を発揮できないでいる。攻撃は最大の防御といった感じに。情報に海軍といろんな手段で攻め続けた結果での勝利をつかみ取れそうだな。その代わり過去最強レベルの長さになっちゃったけどね。
中華方面にも機甲師団が到着し、連合国とかいう足かせが来る前に最速で占領開始。日本は日本で粘り強い攻めをし続けた結果、ようやく仙台まで落とし切って、大日本帝国が降伏。そして最後、傀儡中華の重慶など、多くの都市を落としたことで、1951年6月6日に大東亜共栄圏完全降伏。お疲れ様なんだぜ隊長。もう日本の領土を請求する元気すら残っていないよ。BF1 でもやろう BF を。さらに目を酷使してどうする。ということで世界中の国境が見るに耐えないくらい汚くなったところで、今回のメキシコ精鋭プレイはここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いするんだぜ。マリサシャン疲れた膝枕。しょうがねえな。今日だけだぞ。マジで？ありがとうございます。やっぱりはずいから100万円な。ウードケチ。